ゆうじ、ペロンペロン島里、そしてともき。はい、逮捕ね、よろしくお願いします。お願いします。今ともきの絵はこうクルルルって回して、竜巻に巻き込まれたかのように。もう彼は今日も俳優のお仕事で売れてるね売れてるよ。じゃあ今日も怖い話させていただきます。今回私がやりますが、とある不動産物件の話ですね。うん、僕の、お友達というか知り合いの経営者で、いくつも経営されてる方がいるんですよ。もういろんなジャンル、飲食からアパレルから美容系とかいろいろやってる方がいて、その方から聞いた話で、この方、この物件を見に行くときに霊感がある友達を一緒に連れていくらしいんですよ。で、沖縄市のとある物件を見に行こうとなりまして、で、もう外からの外観もちょっと暗いなーみたいな、怪しいなーみたいな。で、中入って昼間なのに、うわ、なんか昼間なのに薄暗みたいな物件だったらしくて、このエレベーター乗って上がっていって、その部屋入って、そしたら結構広い空間で、もともとクラブだったのかなーみたいな。で、キッチンとか見たら、あ、飲食もすぐできるなー、バーもできるし、居酒屋もできるし、いろいろまあ想像してて、あ、そうだそうだ、大事なこと聞かなきゃみたいな。で、友達に、こっち幽霊どんないるみたいな聞こうとしたら、その友達がいつの間にか車に戻ってたらしくて、で、あ、まあいいやと思って、ここ安いな、ここに決めようかな、で、まあとりあえず、まあ、ちょっと契約するのともう一回連絡しますみたいな、不動産の方とお話しして、建物出て友達が乗ってる車に行ったら、なんか友達が、あ、ごめんごめん、先ちょっと戻ってたわ、あ、大丈夫かって、で、あっちの物件どうだった、幽霊いたって聞いたら、いや、お前の周りに何体いたと思ってるの。もうこの物件を眺めてる間ずっと周りを囲んで幽霊がずっと見てたらしくて、こいつのことこうやって、で、うわ、もうやめろってそこってなったっていう話がまず一つと、この方がまた、沖縄市の、まあ、とある物件を見に行こうということになって、また幽霊見える友達も連れて行きましょうと。で、そこが今回この物件っていうよりかは一軒家というか、結構大豪邸、大きな家の割には家賃もちょっと安いみたいな、まあ何ができるかわからないから、まあ、とりあえず見に行こうという形で見に行って、で、まあ、不動産会社にまずこう、まあ、連絡したら、もうどこどこの物件見たいんですけどと。そしたら不動産会社が、いや、ちょっとそこの物件はいいんじゃないですかね、何々さんみたいな。いよいよ、でもちょっとやっぱこんな大きい豪邸で結構価格も安いんで、ちょっと見てみたいなと思って、いや、正直僕ここに住んでた方も分かるんですけど、いや、あんまおすすめできないですね。いや、まあ、とりあえず見るだけ見させてくださいっていうことで、まあ、不動産と待ち合わせしてそのお家に行きました。結構大きなお家、敷地も広くて大きなお家で、で、まあ、この3名で中に入っていって、あー、やっぱ広いな、ここ、こんな広くてこんな安いんだ。で、いろいろまあこの建物の部屋の中とかいろいろ見て回ってる時に、急にピンポーン、え、そう、玄関開いてるんですけど、この僕の知り合い、経営者の知り合いが見たら、誰もいない、誰もいないな、誰かいたずらしてかどっか逃げたかもくらいの感じで終わって、で、またそこからしばらくして、もう中を見て回ってる時にまたピンポーンなって、そしたらこの不動産会社の人が見たら、はぁー、で、この幽霊が見える友達が続けて見たら、はっってなって、で、この僕の経営の知り合いが見たら、え、誰もいないけど、え、誰もいないけど、いや、違う、お前が見た瞬間、おじいちゃんがパッていなくなったでしょって。で、いやいやいや、誰もいなかった、でも二人とおじいちゃんが見えてるんですけど。そしたらこの不動産屋さんが、すいません、僕ここ住んでた人分かるって言ったじゃないですか、そのおじいちゃん亡くなってるんですけど、その人でしたって。だからこのおじいちゃんがまだ自分の家に誰か来たな、どうしよう、知らせる術がない、お、ピンポン押せる、ピンポンってやったんじゃないかな
で、この霊感ない僕の知り合いだけが見た時にハッと下がっちゃったっていう話でございます。怖、怖いですよね。怖え。だからまあ結局悪い幽霊ではないけれども、うん、やっぱりもう行く人がもうやっぱ見ちゃうと、それを、うん、見てやっぱなしでってなるから、もう最初から見なくてもいいんじゃないですかっていう不動産会社からしたらもうちょっと諦めてる物件というか、うん、めちゃくちゃいい物件ではあるけど、もうずっとおじいちゃんがいるからっていう、死んだはずのおじいちゃんがいるからもういいんじゃないかみたいな感じになってるそうです。でもちなみにですけど、この経営やってるこの僕の知り合いというか友達も実はもっともっとめちゃくちゃ幽霊見える子で、男の子なんですけど、けどあんまりにも見えすぎて、中学校ぐらいの時にもう見えすぎてやばいってなって、それをおばあちゃんが あんたスイッチ切るっつって見えなくしてくれたみたいで、そんなんもできるんだ、でそっから全く見えなくなって、でも見えなくなったけど物件とか探す時はやっぱりそういうのも確かめておきたいって、自分が小さい頃たくさん見てるものだからっていうので、もう見える友達とか連れてって見てもらうっていうのをやるって言ってました、ね、ちょっと僕も記憶の中で喋ってるので若干なんかいろいろズレがあるかもしれないですが、本人から聞くやつとっていう不思議な怖い話ですね。幽霊って家とかに出て、その幽霊に家賃払ってよって言ったら稼がせてくれるんだって。その人の仕事運が良くなるように稼がせてくれるんだって。家賃払うためにサポートしてくれるんだって、いい方向に。だからその家に住んで家賃払ってよって言ったら、最初の家とか幽霊みんながやるから、お死に儲かるんじゃない、もしかして。すごいな。もしかしてそのおじいちゃんに言ったら、いやここ俺の家だからってなるかもしれない。もしかしたらここの土掘れっつって掘ったら、そっから財産出てくる。隠し財産とか。本当に本当に、すごいな。ちょっと見に行きたくなってきたな。だってよの話だけど、うん、本当かわからないけど、うん、あのちゃんと家賃払ってよとか言ったらそういう風に仕向けてくれるみたいな、うん、稼ぐ、ガセるっていう。僕最近やたら自分の部屋で霊障というか、いろいろ物が鳴ったりとかするんですけど、ちょっとダメ元で言ってみようか。俳優の仕事決まると思うよ。俳優の仕事は求めてないけれども、なんか 俺そのうち一人でここにね。俺だけ売れてない。言うな言うな。あ、あれだ、ごめん、カチカチなってるのに。あれだ、あ、やめてやめて、入ってなぞ。あ、すいません、失礼しました。入りたいね。こういうところあるね。ちょっとカチカチ入ってたら霊障ではなく、彼がただただ椅子に持たれてカチカチ鳴らしてたっていうだけなので。ということで、本日もよかったなと思ったらチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。またお会いしましょう。ハイタイフに。さようなら。おっと。